はい、えー。おはようございます。先祖です。今日も朝会よろしくお願いします。まあ、世界各国で物価が上がってるということが確認されましたね。これ、えー、英国なんですが、英国の物価指数、CPI ダスが前年比5.4%の上昇ということで、まあ、30年ぶりの高水準。まあ、これで来月追加利上げするんじゃないかという見通しが増えてきましたね。えー、っと、まあ、 です、えー、両敵緩和もう保有国債の再投資はしないで、えー、徐々に減らしていく方針ということのようです。で、ポンドに関しては、えー、昨日上昇したんですが、まあ、1.3650付近があレジスタンスになって、その後、まあ、ドル高になって下落していくという形になりましたね。で、えー、あとはそうですね。 うんまあ、アメリカの商務省が発表した住宅着工件数。まあ、こちらも、どんとこんな感じになりまして、うんうう170万2000個ですよね。 これ、12月年率換算では1.4%ということで、市場が165万件だったんで、昨年3月以来の高水準になったという感じですね。まあ、これ、温暖な気候が、まあ、建設なんで、温暖な気候が、うん、そこをサポート、建築をサポートしたという話です。で、これ、前回も話したんですけど、カナダ産の信用受精剤、まあ、あの、木ですよね。これの輸入関税を、 倍増させたんで、資材価格が上昇してて、住宅建設が、えー、高くなっちゃってる、建設費が高くなっちゃってるということで、これはまああの今後の市場全体にはあまりいいことではないというふうに言われていますね。 まあこれを、まあ教会なんかは、あの、下げてくださいみたいな、あの、ことを言ってるようです。で、着工件数に関しては12月は、えー、187万3000件ということで、こちらも9.1%増加ということで、ちょっと、まあ住宅が若干、えー、今回の、あのー、 指標では良かかったかなという感じがしまますね、まあ、金利が上がる前に駆け込みでえと買いたいって人もいるのかもしれませんよね。これやっぱり30年さ利回りと住宅ローンのー金利が連動しますので30年さ利回り上昇しちゃうと金利も上がっちゃうという感じになってます。まあ、これは ま、世界的な動きですよね。で、えー、次はカナダ。えー、これカナダのインフレ率なんですけど、こんな感じになってますね。で、カナダに関しても、消費者物価指数がこの上の一番上なんですが、4.8%に上昇ということで、こちらも30年ぶりということで、どこもやっぱり1980年、90年代ぐらいからの 金利が高かったと以来、金利というかあの、物価が高かった時以来の上昇ということで、カナダ中銀のインフレ目標値、1から3%なんで、こちらも9ヶ月連続で上回ってるというところですね。 えーまあ、11月4.7%だったんで、まあ、そこからさらに上昇してしまったということで、カナダ中銀、来週にも利上げするんではないかというところです。カナダ中銀、この一番下のコモンという CPI コモンというところを割と重視してるんですけど、こちらも2.1%に上昇してきてるということで、カナダもそうですね、ドルカナダ見てみましょうか。 えー、こんなな感じになってますますあドログカナダ一時あのー、カナダ買われる1.2450ぐらいまで行ったんですが危険にかけては1.25付近で、えー、推移しているというところですね。はい、えー、そんな感じになっていますが、えー、あとはそうですね えっと、少し気になるのがロウクライナの問題ですよね、バイデン大統領、ロシアがウクライナに侵攻すればロシアにとっては壊滅的な事態に侵攻すればロシアの銀行はドル取引ができなくなるということを言っています。まあ、これは要は資源,か資源の取引とかそういうものっていうのは。えっと すいません、えー、と資源とかそういうものはあのドルで取引されてるんで、えー、とそういう意味ではあのー、ロシアの銀行をそのドル取引から排除するっていうのはこれは結構決定的に、えー、とロシアの関係が悪くなりますよね、うんまあ、日本も大昔戦争をやった時ってまずはあの全財米資産を凍結されてやっぱりその取引ができなくなっちゃって。 やっ,てるんでやっぱり資源国のロシアとしてはその、えー、ドル取引できなくなるってことはこれは制裁としてはが一番結構あの戦争前の制裁としてはかなり一番重いことなんで、まあ、これに関してはちょっと心配なところではありますよね。まあ、そういうこともあって原油価格、まあ、あのイランとトルコのイラクとトルコかあのパイプラインが 越冬を止まったことこれなんかも結構、えー、原因になってるんですがちょっと原油価格の上昇というのがねあのー、かなりいいダメージになってますよねいろいろな意味で越冬、えっと、物価を上げていく原因になって きててきしまっていまっいすということで、86ドル WTI 引けは86ドル96セントということで、やっぱりこれもちょっと止まんなくなってきてるかなという感じがします。であとはうん物価のうん金利のところなんですが、一時金利上がって、そこからはちょっと低下したんですよね。1.07%ぐらいまで2年咲いったと、えー その後、ちょっと一旦ん1%ぐらいまで低下して、また引けにかけては1.05%、まあ、これで引けにかけてちょっとあの金利がというか株価え下落したっていう感じですね、10年再利回りも1.9%までいった後1.83まで低下して、1.86%ぐらいで推移しているというところになっています。 はい、えー。あとはちょっと株価見ていきましょうか。ドンということで、昨日一時、あの、プラス圏にも行ったんですけど、まあ、ダウは1%弱の下落、SP も1%弱、ナスダックが1.15ということで、ナスダックのやっぱり下げが、えー、大きいですよね、うん。あの、金利の上昇ということで、えー、ハイテクグロースー、そこら辺がダメージを受けてるってことは、えー、っと、 わかかるかなという感じですうーまあこれ終値で,で最高値から10.7%の下落ということでナスダックまあこれ調整局面に入ったのではないかというふうに言われていますよねで、えー、モーストアクティブ不足モーストアクティブということでうーんまあアップルも引き続き2 2.1%下落、AMD も2.7%下落、NVIDIA も3.2%下落ということで、やっぱりそこら辺のハイテックロース、ダメですよねう。うーん。あとは、バンクバブ・アメリカなんか小幅に上昇というところですね。う 昨日モルスターとかバン,あのんバンカメとか決算良かったみたいですね、まあえー、とシティとかゴールドマンは悪かったみたいなんですが、まあ、こういうことでやっぱりちょっと米国株にあの日経平均先物ともにやっぱり。 世界的に株価が下落してるかなという、感じがします昨日20年債の入札あって、23年債の入札よくて、一時金利下がったんですよね。で、これはあの財務省が20年債の発行を減らしてるんで、需、まあ、給がいいということで、えー、下落したと。 いう感じですね、まあ、引き続きちょっとあのー、調整局面ということでドル円に関しては110円の2丸あたりがサポートしてまあ、これは金利が上がった分がサポートされてるんですがい,いつも言ってるように株価下落すると黒線なんかで、ね、リスク回避の円高になってしまうのでそういう意味ではドル円が上値を抑えているという感じですね。まあ、ユーロドルもそういうういい意味ではこうあのー、上がりきれない とといううころでしょうか、まあ、ポンドドル、昨日一時上がったんですが先ほど申し上げたように1.3650が重かった。で、5ドルなんかも、まあ、7割れあったんですけどそこからは反発ということでこれ金利が低下した分ですよねアメリカのして、えー、そこでちょっと上がる局面もあったかなという感じですね。やっぱり株の動きですかね。日経平均先物も,も。 昨日結構動きましたよね、えっ、ー、と2万,万8000円が割れてしまって、ドスンと2万7300、えー、円ぐらいまで落ちた後反発したんですが、やっぱり2万7800円のところ、ここ、えー、空を開けたところですよね、昨日の東京時間のスタートの時に、ここを開けた2万7850円ぐらいのところがレジスタンスになってて、やっぱりここが、わねが重いということで。 米国株見ると日経平均も2万8000台にちょっと戻すのがきつくなってきているのかなという意味では戻り売りのスタンスでいいかなという感じがします。えっ、ー、と、マザーズ指数もやっぱり、えっ、ー、と、ちょっと800割に行くような感じですよね。820ポイントぐらいのところがや,やはり、 重くなってきてしまってててきしまいるととうことで世界的に株価の下落が止まらないというところで、まあ、そうなってくると先ほど申し上げたように黒線の動きがちょっともう少し長めで見てみましょうか黒線。 こんな感じになってますよね。うん、ちょっと129円のところがサポートできるかどうか、えー、微妙ですよね。戻りが130円が重くなってきてる。ポンド円に関してもじわっと落ちてきてますよね。ここ、ポンド円が155円の30、40あたりサポートできるかどうか、5ドル円。ー5ドルもちょっとオーストラリア。 えっと感染症のがちょっと厳しいみたいなんで、ここも、えー、っといつも言っているように82円のところですよね、82円のところがサポートできるかどうか、まあ、そこらへんがポイントになってくるかなというふうに思います。今日に関しては、指標発表はそうですねウエストパック消費者信頼感とか出ますね、あと住宅建設販売個数とか、えー、こういう時計、おそられてますよね。うん あとはユーロ圏消費者物価指数とか、あ今日う20日なんでね、トルコありますね、トルコ、えー、あの政策金利発表、あと新規失業保険申請件数、フィラデルフィリフェア連銀、まあ、この前、あのニューヨーク連銀製造業指数が悪かったんで、まあ、ここら辺もちょっと、まあ、予想では良くなってますけど、ここら辺もちょっと見ものかな、あと中,中古住宅販売個数。あ あとは今日10年ものの物価連動債の入札がアメリカもありますということで引き続き株価を見ながらクロス円の動きを注目したいかなと思います。えー、それではこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。